この動画では電力の送電が高電圧にしてなされる理由についてお話ししていきたいと思います。電力というのは発電所で作られて、で私たちの住む家庭まで送り届けられるわけなんですけど、その間の電圧というのがですね、この本に書かれているところで言うと、発電所から超高圧変電所というところまで27万5000から50万ボルトで、そこから一次変電所まで15万4000ボルト、そこから配電用変電所まで6万6000ボルト、そしてそこから中上変圧器、電柱ですね、ここまで6600ボルトで届けられて、で中上変圧器で100ボルトないし200ボルトに変えられて、お家の方へ送電されるという具合になっています。このように送電の経路においてはかなり高い電圧で電力がやってきてるんだなということがわかります。送電においてなぜこんなに高い電圧を使うのか、この動画を見てくださっている多くの方はおそらくご存知だと思います。それは電力のロスを小さくするため、よくこのように言われますよね。もう少し丁寧に言うと、送電経路である電線にもやはり電気抵抗というのがありますから、そこで消費してしまう電力、ロスしてしまう電力というのを小さくしたい。送電電圧を大きくすることで電線に流れる電流を小さくする、そのことによってそこでのロスが小さくなるよと、こういったことを聞いたことがある方は多いと思います。でも自分最初これを聞いた時、なんかすごく不思議な気持ちになりました。今のことをオームの法則を使って考えてみましょう。電線の電気抵抗というのは電線固有の値であり、普遍的なものとここでは考えることにしましょう。電線の電気抵抗は定まった値です。そこで電圧、送電電圧を大きくすると流れる電流も大きくなってしまうのではないか。自分は最初こんな風に思ってしまいました。でもこの考え方は間違っているんですね。どこが間違っているかっていうのは後でお話しするとして、でまずこの送電電圧と電流の関係っていうのをイメージ持ちやすくするために、こっちの回路図を見ていただきたいと思います。ではこちらに2つの回路図があるんですけど、これ家です。 A さんの家と B さんの家だとしましょう。そしてそれぞれの家には電力を供給するための電源というのがあります。この電源の容量どちらも同じ 100W だとしましょう。しかしその電力を消費するものというのが間に入っています。それが電線の抵抗です。それぞれの電線の抵抗、全て1オームと今回は考えましょう。このように電源の容量、そしてそれぞれの電線の抵抗値は A さんの方も B さんの方も同じ条件です。しかし違う条件というのが電源の電圧、つまり送電電圧ですね。 A さんの方は 100V という電圧で送電していきます。で B さん家の方は 1000V という電圧で送電していきます。さあこの場合それぞれの回路に流れる電流どうなるでしょうか。まず A さんの方から見ていきましょう。A さんの方は 100W で 100V ですから、これ電力の公式っていうのを考えると、電流というのは電力を電圧で割った値、つまり 100÷100 で逆だ、 100÷100 で 1A の電流、マックスこの電源というのは 1A まで流すことができます。 1A 流れたということはそれぞれの電線に加わる電圧どうなるでしょう。1A×1Ω で 1V となりますよね。そうすると A さんのお家には 100V から 2V が引かれた 98V の電圧加わることになります。さあこれで A さんのお家で消費できる電力、マックス消費できるのはいくらでしょうか。98V×1A でマックス 98A、 98W ですね。では次 B さんの方を見ていきましょう。 B さんの方は 100W1000V ですから、この電源が
吐き出せる電流は 0.1 アンペアとなります。電線の両端に加わる電圧は 0.1 アンペア ×1 オームで 0.1 ボルトとなりますね。ここと 0.1 ボルト、まあ、つまり電源から 0.2 ボルトを引いた 999.8 ボルトが B さんのお家に供給されます。999.8 ボルト ×0.1 アンペアということなので、B さんが使っていい電力は 99.98 ワットということになりました。まあ、A さんよりもね、使っていい電力増えましたね。電源の容量は同じでも使える電力に差が出てきましたね。ちょっとぐちゃっとしちゃったんですけど、まあ、それぞれの電力の取り分というのはこういう感じです。で、ここで改めてさっき間違えたオームの法則というのを見てもらいたいんですけど、これ送電電圧が大きくなったからといって電線の両端に加わる電圧が大きくなったかというと、そういうわけじゃないですよね。見てください、A さんの方は送電電圧 100V で、その時にこの電線にそれぞれ加わる電圧って 1V ずつでしたよね。それに対して B さんの方 1000V という送電電圧を大きくしましたけど、この電線に加わる電圧というのは、ごめんなさいね、これ 0.1 アンペア ×1 オームで 0.1 ボルトです。送電電圧が A さんの方より高いですけど、電線に加わる電圧というのは A さんの方より低くなっていますと。なのでこの電線の部分に注目してみると、ちゃんとこの電圧というのは小さくなっているんですね。で、まあそれはなぜかというと、送電電圧を高くすることにより流れる電流というのが小さくなったから。ちゃんとこの電線の抵抗、そして電線に加わる電圧の関係を考えれば、電流というのが小さくなっているというのも納得していただけると思います。今度はじゃあ今はね、電線に注目してみたんですけど、今度は回路全体に注目して見てみましょうか。回路全体で考えると、送電電圧を上げると流れる電流は小さくなります。送電電圧を上げることで流れる電流は小さくなりました。これで A さんと B さんの回路で使える抵抗値ってどうでしょうか？ A さんのお家で使える抵抗は98オームです。そして B さんのお家で使える抵抗は9998オームです。送電電圧を10倍にすることで、このお家で使える抵抗っていうのが、まあ、およそ100倍ぐらいになってますね。なんで、この抵抗っていうのが、まあ、めちゃ大と。分数で分母がめっちゃ大きくなって、で、まあ、分子がちょっと大きくなった場合、この分数の値そのものっていうのは小さくなりますね。まあ、ちゃんとこういうふうに回路全体で見てもオームの法則っていうのはきちんと成り立ってます。じゃあ今までオームの法則ばっか見てきましたけど、まあ、もう一つ大事な式というのがありますね。この電力の公式。自分最初間違っちゃった時っていうのは、これのことがすっかり頭から抜けてました。この電源の容量が同じで、電圧というのを大きくしたのならば、吐き出せる電流というのは小さくなっちゃうんですね。この動画の中で、まあ、あと一つ疑問が残るとするならば、この家の両端に加わる電圧どうするかっていう話ですよね。 98V とか、こんな 999.8V なんて実際にはありえないですよね。だいたい 100V とか 200V ですけど、実際はもっと、まあ、こっちの送電電圧も高い電圧でさっき言ったように送ってて、ここの間にですね、変圧装置というのがかましてありますと、まあ、いろんなところで変電がなされていって、最終的には 100V とか 200V という小さい電圧に変換されるんです。
その時にですよ、その時にやはりこれが大事になってて、電圧っていうのを、まあ、その変圧器で小さくしますと。そうすると吐き出す電流っていうのは電力が保存されるのであれば大きくなるんですね。すなわち最初の方、上流の方は高い電圧の小さい電流で送電していって、家に近づいてくると電圧を下げて、でも電力っていうのはまあロスはあるけど、まあほぼ保存されると考えるならば、その分吐き出される電流というのが大きくなる、まあ、家の近くに来ると大きな電流が流れてくるようになると。まあこの動画10分ぐらいかな、ダラダラーっと話してきて、結局行き着くとこはここだったんですね。